こんにちは誰誰でも Python チャレンジ誰パイです、はい。えっ、ー、と、今回も楽しくやりましょう。えー、前回は、そう、プログラミング、えー、そうですね、首都ってクイズを作りました。まず、えー、インターネット上から、えー、まあ、人口の情報、それから首都の情報を集めて、そしてそれを合わせて、えー、人口の多い順に並べて、まあ、10カ国、あるいは20カ国、30カ国分について、 えー、国をランダムに出して、あ、じゃない、首都をランダムに出してでしたっけ違うね。国をランダムに出して首都を入力させる。正解か不正解か、えー、ポップアップで答えるというのを作りました。まあ、とにかく、えー、ある種の、えー、ちょっとお楽しみですね。ちょっと走らせてみましょう。えー、っとまずは、今、ファイルを開いて30カ国読むようになってます。そして、首都を答えると。あ、これ、はあんまり間違えるとかっこ悪いですね。はい。えー 日本語で答えます、えー。ファイルちょっと最初読むのに時間かかったりしますが、えー、これちょっと見ると、えー、ポイントはこの、えー、デ a ターフレーム m e 2 d i c t ですねを使います。おロシア、ちょっときな臭いですね。はい、えー、ロシア、えー、モスクワ、えー、モスクワと。で、えー、正解、OK ですね。で、これが今は、えー、と。 自動で、あ、じゃこれをやると消える。インドネシア。はい、えー。ジャカルタと。いいですね。30カ国だときっとわかんないのも出てきますね。コロンビア。ああ、ボゴタ。これは知ってるな。ちょっと間違い、間違いで次行こうかと思ってるのになかなか終わりませんね。OK。はい。いいですね。フランス。<laughs> なんかは簡単なのばっかり <laughs>、えーはい。えは、ー、い。という感じです。さあ、い,い,いくつか、まあ、これ終わりましょう。まあ、いくつか、あの、もちろん、えー い,ついくらでも遊んでられますし、国を100カ国まで増やしてもいいと思います。さて、今回はですね、えー、先に行きましょう。ということで、まず基本はできたので、少しもう少し、えー、人当てクイズを改良して、その国の情報をいろいろ表示しましょう。我々はあの、えー、情報の中にですね、えー、人だけじゃなくて、えー、人口であるとか、世界何位であるとか、どの地域にあるかとか、いろいろ入ってましたよね。だから、あれを、えー、ついでに表示して、 お勉強ができるようなツールにしようということです。えー、まあ、中に、それをやる中でいろいろ小ネタを学んでいこうということですね。で、えー、前回はその人,人だけ見つけるのをこの Dict で、ToDict で、えー、人名を ToDict で,で、人名というまた一つのディクショナリーを D2 としました。これをじゃあ今日は、えー、変えてましてですね、これを、えー、新しいやり方として、Orient= あ、そっか、どうしようか。まあ、改造でいいですよね。まあ、あの、変えたい方は別のファイルにしてください。まあ、別に、えー、いいかなと思います。で、オリこじゃないですね。えー、なぜか毎回変わります、ね。ここの dict、えー、to-dict の、えー、引数として、o r i e n t ンデックスこういうふうにやると、えー、で、こいつをちょっと、ちょっとこれで、 あそれで最初、ちょっと10カ国ぐらいに戻しましょうね。扱いやすいように。これで、えー、っと、ちょっと最初の、まあ、5カ国ぐらい、5カ国ぐらいにしてどういう情報がどういうふうに入っているか見てみましょう。はい、えー。プリントの D ですね、今度はね。プリントの D。えー、で、ここで、えー、出ちゃいます。シ、え、ス、ー、の Exit。はい。 ここまででちょっと実行して、えー、どんなふうに見えるか。一体この D にはどういう辞書が入ってるか見てみましょう。いいですね。これは <laughs>、いいや。えっ、ー、と、今度はだから、前回は、えっ、ー、と、こう、いきなり、人っていうものを取り込むと、インドとニューデリーっていう風に、ディクショナリーは組み合わせだったんですが、今度は、ある国について、人はニューデリー。 地域は、A、順位は一番、人口はこれだけっていうふうに並べてるということになります。だから、今度は国をゲットして、情報が全部一つの新たなディクショナリーとして与えられるということですね。まあ、これでいいと思います。ですので、今度はじゃあ、えー、っと、同じく、そうですね、QL イコール、クエスチョンイコール、えー、D でい,いいでしょう。それから、 この間やりましたけど、えっ、ー、と、地域を、まあいいや、それは後でいいですね。はい。えー、ということで、サンディービーチどう変えるかっていうと、まずは、えー、人の正解名を、まずは同じことを答えられることを確認しましょう。そうすると、そのアスク関数の中で、えっ、ー、と、アンサーをどういうふうに書くかっていうと、だから今度は D の t の、まあ d2 がまずくな,なくなってますね。プローブの中の、その国の中の首都ということになります。いいですね。この中の国を選んだ後、首都名というフィールドに答えが入っていることになります。いいですね。首都名。はい。これが、えー、答えですね。なので、えー、これでまず、 え動作確認しましょうかね。これでまず動くことを確認しましょう。はい。えー、セーブして走らせます。そうすると、今5か国ぐらいでしたっけあ <laughs> まず第一に <laughs>、インポート指数をして、置いてからこれを覗きましょう。何のこっちゃ。えー、たあと15か国,国ぐらいにしましょうか。はい。そしてえ走らせます。 いいですね。あ、プリントする必要なかったね。はい、インドネシア。ちゃんとジャカルタ。はい。いいですね。ちゃんと動きます。はい、OK です。じゃあ、どんどん行きましょう。アメリカ合衆国、ワシントン DC。まあ、ちょっと、えー、先行きましょう。さて、じゃあ、次は何をするかというと、えー、次の出題ボタン。情報をこれから、あ、その他の情報を先にやりましょうか。情報表示欄を用意して、そこに、まずは、えー、その他の情報全部、 えー、気にせずに書いてみますね。だから、ここの号、えー、の下に、情報欄を作りましょう。えー、っと、ボタンの下に、1行作って、SG のマルチライン。で、ここに、えー、なんか、ボディっていうキーにしましょうか。別に80、まあ、い個めんどくさいから、82にしようか。80 85にしましょうか。何でもいいんですよ。はい。で、1行おしまいと。こんな感じ。そして、えー、そこに、えー、あらゆる情報を入れています。ですので、新たに、ボディテキスト、イコール、まずは、同じで、プローブで、全部というふうにしてみますね。あ、そっか。マルチラインの、あ、じゃあ、マルチラインの、 サイズを決めとかなきゃいけないですね。えっ、ー、と、サイズイコール、ちょっと大きめにしましょうか。横20、縦、6。まあ、こんな感じ。いいですね。はい。こんな感じで、そして、えー、ポップアップすると同時に、えー、ここに、Win、えー、の85、アップデート、えー、テキスト。こういうふうな感じでちょっとやってみましょうか。 うん、そうですね。いいですね。まあ、次の問題が出たときに、ここかっぽまあいいか。ちょっとこれでやってみましょう。ちゃんと見られることを確認します。つまり、あとはあ、そっか。ネキストボタン入れるの忘れた。まあいいや。お <laughs> なんか間違えてますね。85イコール、ナイジェリア。どういうことナイジェリア、ちょっとクエスチョンマーク。 えー、あぶじゃ。全然間違い、全然答えが出てきませんね。えー、どこを間違えたんでしょうか。えー、っと、テキストイコール、えー、D のプロブ、うーですよね。で、え、テキストで、Win の85、あ、K イコールって書くの忘れてましたね。失礼しました。ここで、85ってテキストになっちゃってますね。ですから、ここ、 ここです。ここは、えー、1行目。k イコール、k イコール85ですね。失礼しました。こうですね。はい。じゃあやりましょう。これでいいかなはい。実行します。そうすると、はい。ベトナム、ハノイ。こっちじゃねえや。ここですね。ハノイ。で、リターン。OK ですね。コレクト。あ、情報出てこない。 テキスト is not defined. うーんと、ああ、失礼しました。これでテキストをグローバルにするの忘れてました。なので、こっから見えなかったわけですね。もう一回やります。こういう間違いをしないようにしてくださいね。えー、っと、ちゃんとグローバルにしておかないと、中から見えない。いいですね。はい。ブラジリア。ブ、ブラジリア。合ってるかな。はい。いいですね。コレクト。 ああ、ちょっと全然ダメだね。えっ、ー、と、まず、これが少ないのと、まあ、30文字、10行目ぐらいにしましょうか。そして、出てくる場所が悪いね。これ、ポップアップの前になきゃ、ええー、とっても大変ですね。ポップアップ、ここに出てきてほしいですね。はい、失礼しました。 じゃあこんな感じで、ちょっとまずまはこれでやってみましょう。けでも大事なのは、ちゃんと情報がゲ,ゲットできていることを分かることですね。はい、えー。ロシア、モスクワ。はい。いいですね。はい。ちょっと邪魔ですから、こちらへどいてもらって、首都はモスクワ、地域は愛、順位は、Q、えー、推定人口はこれだけってことになります。だから、あとは、えー やっていく小技をちょっとこれからご説明いたします。OK。はい、OK です。抜けます。はい、えー、どんどん行きましょう。さて、じゃあ、えー、ちょっとスライドを見るとですか、あ、NEXT ボタン、そうですね。えっ、ー、と、NEXT ボタンをやるのと、あと、ポップアップいちいちやらされるのは普通なので、えー、ここを直しましょう。えっ、ー、と、どういうふうにするかっていうと、 えっと、まず、ポップアップを、ポップアップクイックにしますっと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 。ポップアップクイックにしますね。そうやると、えぇ、ー、我々が入力しなくても済むようになります。そして、えっ、ー、と、アップデートして、アスク、オッケー。これですね。はい。それ,それから、どうしましょうか。えっ、ー、と、 ネクストボタンを入れる。そうですね。だから、これで自動で先に進めるんですが、先に進めるボタンを作っておいた方が、えー、いいと思います。ちょっと待って。な何をやるんでしたっけ失礼しました、えー。そうですね。ネクストボタンを出す。それから地域の表示。その順番にやっていきましょう。まず、ネクストボタンです。えー、っと、ポップアップが自動的に引っ込んじゃうので、えー、次に行くボタンをここにつけます。えー、っと、出題の次のボタンに、 なんか変な場所に行きますね。えー、っと、ここですね。はい。えー、ここです。はい。ここに SG のボタン。えー、NEXT。NEXT ボタン。次の出題をします。えー、いいですね。はい。えー、っと、という感じで、そして、えー、やることは、ですから、 アスクすんのは、そのボタンが出たときになります。ですから、LFE イコール、NEXT のときに、次の問題を出す。こんな感じでしょうか。はい。まず、これで、動作確認しましょう。どんな風になったか。これ、いらないね。このプリンター。はい。パキスタン。カラチ。いいですね。はい。あ、違った。ええー。<laughs> イスラマバードです。で、こう出てきて、はい。今一瞬出て、間違えっつって消えましたね。OK です。では next。ってこういう、こういうふうにやるわけですね。OK です。バングラデシュ。どこでしたっけあ、勝手に行く。まあいいや。はい。てな感じになります。じゃあ、えー、先へ進みましょう。で、えー、なんだあのプリント文が邪魔ですね。これ、これじゃねえや。これか。このプリント文邪魔。 いらないね。もうね。あ、まあいいか。はい。そして、えー、次は、やることは、はい。えー、地域の表示です。これ、今、地域は記号出てるので、よくないということで、えー、地域の表示を入れることにします。これは、えー、と前回もちょっと覗きました。この、えー、新しいリクショナリー、エリアス D をあここに貼ります。どこでもいいんですけど、まあ、ここら辺に貼っときますか。 どこでもいいですよ。もっと一番最初、まあ、エリア D。こういうふうに貼っておきますね。こうすると、どの文字がどの地域だかを答えてくれることになります。ですので、えー、あとは少し情報を、これ今汚すぎますので、えー、整理します。例えば、テキストは、これの、えー、まず、地域を持ってきて、そして、それを、 この辞書に加わせることになります。エリアディクショナリーの。いいですね。はい。こういうふうに得られた文字 A とか I とか、その文字を、えー、こういうふうにやることによって地域を答えることになります。その次の行に、じゃあ、首都答えるようにしましょうか。えー、まあ、 どうでもいいですね。首都 F の、えぇ、ー、首都は、こんな感じ。はい。えー、首都はどこでしたっけえー、アンスですね。まあこんな感じで、まずは、やります。まあ人口もやっちゃいますかえー、こんな、あ、そうか。一行ずつ消すのがいいね。テキスト。 えー、プラスイコール、えー、F、えー、人口。英語で書きましょう。はい、ポピュレーション。ポピュレーションは、えー、同じくこれですね。これの何でしたっけ推定人口かな、えー、あ、これ気をつけなきゃなりませんね。えっ、ー、と、中がシングルクオートなんで、ここはダブルクオートにしましょう。 こっちはいいね。ここは良いのだけど、ダブルクオートにするのは忘れない。そして、えー、っと、ここ推定人口。推、推定人口でしたね。ここでいいのかな推定人口だったと思ったけどな。はい。これでどう見えるか、まず見てみましょう。ちゃんとできるかなこらえました、えー。ここがダブルクオートで始まった で、ダブルクオートで終わってますが、えー、中括弧閉じるのを忘れてました。こうか。えー、中括弧閉じます。こうかな。はい。やってみましょう。推定人口じゃなかった。推、え、計、ー、人口ですね、きっとね。失礼しました。こう、まあ、覚え、あの、 まあ、えー、なんでしたっけあの、エクセルファイルを見れば確認できますが、多分こうだと思います。まあ、見といてください。あの、エクセルファイルを開けばいいですね。はい。えー、なんかだいぶ焦ってますが、あ、ここに書いてありますよね。水系人口ですね。はい、ベトナム、ハノイ、ここじゃない、ここですね。間違いない。ハノイ、5、OK、アジア、 アジアです。首都はハノイです。そうですね。ここに、クエス、えー、っと、まあ、こういうふうに、えー、業界の仕方としては、こういうふうに、えー、プラス、バックスラッシュ N ということもできますし、はい、こんなふうにやりましょう。で、えー、首都はハノイです。ここに、ここにやっぱりバックスラッシュ N を入れます。で、えー、推定人口。 はこうですね。推計人口は、えー、カンマを入れた方がいいので、コロン、えー、ここで、コロン、カンマ入れましょう。あとのためにバックスラッシュも入れときます。こんな感じ。こうやるとちょっときれいなやり方。まあ、この他にもですから、順位であるとか、えー、インドネシア、いいですね。ジャカルタ。はい。結構きれいに。 情報が、えー、出ますこれに任を入れた方がいいですかあ,あ別にあれか英語で始まってるからまあ何でもいいですねはいこんな感じで細かく改良していくといい感じだと思います結構時間かかってまたねまああとはいいですね えー、楽しんでください。ですから、カイロ。はい。正解、えー。アフリカにあって、首都はカイロ、ポピュレーションは1億300万人ぐらい。はい。次です。ブラジル。ブラジリア。いいですね。正解。えー、首都はブロジリア、ポピュレーションは2億。はい。いいですね。 いいと思います。あとは何かありましたっけだいたいこれでやりたいことはできましたかね地域まで、人口や鼻行も。まあ、行も入れましょうか。尾行はね、これ面白いことに、えっ、ー、と、空っぽのところが、えっ、ー、と、そうですね、えー、数字、nan、ナタナンバーが入ってるんで、この s t ルをつけた方がいいというのが、えー、私の知恵です。ですので、それだけ最後にやってきましょう。これ、もう一行追加して、 えー、まあ、まあ、いいですね。えー、っと、ここに、えー、まあ、いいか。えー、っと、スプルの、ずっとなってきて、まあ、尾行って書いてもいいけど、まあ、いいかね。えー、これですか。これで尾行。で、えー、おしまい。 えー、ここまで。こんな感じでしょうか。はい。えー、まあ、最後に尾行があれば、これ尾行を書くことになる。ない場合には、nn と出ます。まあ、if をつけてもいいですね。えー、チオピア。何でしたっけアディスラベバー。まあ、ちょっとわからないから、クエスチョンマークにしましょう。はい。えー、首都ア,アフ。 アフリカで、えっ、ー、と、首都はア,アディス、アベバ。どうせ書けませんでしたね。はい、next。バングラデシュ。さっきやったね。えっ、ー、と、ダッカじゃないけど、ちょっと入れてみましょう。はい。あれこれ本当だっだ。えー、次、next。エジプト、カイロ。ちょっとなかなか尾行が出てきませんね。next。フィリピン、えー、マニラ。なかなかちょっと尾行が出てきません。寂しい。 えー、もっと増やしましょうか、国をね。はい、大体いいと思います。じゃあ、55か国にすると、まあ、なんか、多分答えられないような答えがたくさん出てくると思いますけど、はい、これで大体今日はウズベキスタン。クエスチョンマーク。えー、ちょっと分かんないので、クエスチョンマーク。えー、多試験と、ポピュレーション、OK。日本、東京。英語で書きますか。嘘です。 はい。日本の詩とも参照。いいですね。こういうふうな感じで、えー、ちょっと微行があれば、微行を書く。まあ、ここ、なんて書かれるのが嫌だったら、ここに if、if、えー、あの、if でな、if not な,なんであればと書いた方がいいですね。ここに、えー、if、まあいいや。はい。まあ、ニラ。 感じでで、えー、楽しんいいただけると思いますちょっと駆け足でしたが、えーまあ、こんな感じでやりたいことは足してみてください。はい、こういう感じで、えー、簡単な人当てゲームというかその国の情報を表すゲームを作ってみました。はい次回はですね、えー、いよいよ国旗当てゲームに行きたいのですがその前に、えー、前次回は、えー、どうやって国旗をインターネットから画像をダウンロードしてくるか、えー、本当はこれは手でやらなきゃいけない。 ことですがちょっと一応自動化のやり方スクレーピングと言いますが、えー、のやり方についてデモンストレーションを含めながら説明したいと思いますはいまた見てくださいさよなら